研究の皆さん、おはようございます。大会の6日前になりました。ついに1週間切りました。今日は月曜日、今度の日曜日がついに開幕の郷土大会になります。あと6日間やりきりたいと思います。お付き合いよろしくお願いします。
シューンってきた。おいしい。本当においしいこれ。はい、研究の皆さん、ここまでご視聴どうもありがとうございました。今から約24時間後にはですね、大会の結果も出ている頃なんじゃないかなと思っております。ついに明日は京都です。開幕です。ついにここまで来ました。ここまでたどり着くことができました。研究の皆さんの応援のおかげだと思います。本当にいつも応援ありがとうございます。明日ベストボディジャパンは開幕し、モデルマスターズの熱き中年の戦いが始まります。今回僕は京都大会で石鹸ナンバー1番をもらうことができました。これはずっと欲しかった番号で、実は申し込み開始が始まったと同時にですね、すぐに申し込みました。まあ、結果はどうなるか分からなかったですけど、運よく石鹸ナンバー1番を手に入れることができました。石鹸ナンバー1番が欲しかった理由は、今年モデルマスターズで最初のステージに立つのは自分だと、そういう気持ちで頑張っていこうと思い、一番が欲しいなと思いました。いつもたくさんのモチベーションをくれるモデルマスターズの選手の皆さん、今年は僕が最初にステージに立たせていただきます。皆さんを代表して開幕ののろしを上げてきます。一緒にまた今年たくさんステージで戦えること、そしてたくさん笑い合えることを楽しみにしています。僕にとっては明日が開幕戦でもあるんですが、3週連続の大会という最初の大会でもあります。まだ自分自身もどうなるかわからないというか、まあ、怖い部分もあるんですが、頑張ってね、行きたいなと思っております。元気のさん、引き続き応援の方よろしくお願いします。今日はね、あとはもう準備して、あともう少し餅食べて寝ます。負けるな中年、楽しめ中年、輝け中年、この3つの言葉をですね、ステージ上で表現できればいいかなと思っております。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、達者。モデルジャパン開幕です。これ実はですね、2月に鳥取に行った時に足立選手からもらったお餅です。足立選手の故郷のお餅だそうです。出雲のお餅。できた。いただきます。本当は磯辺揚げとかで食べたいんですけど、ちょっと塩制限してるんで、蜂蜜とシナモンにしました。いただきます。うん、あ、いって手がつった。うん、お、塩制限すると釣りやすい。美味しい。これでも、あ、普通の切り餅と全然違う。うん、うまい。足立さん、ありがとうございます。美味しくいただいてます。このお餅パワーで明日頑張っていきます。うん、うまい。